国交番の一例、国交番とは、温度里の赤ワイン煮込み料理である。フランスの田舎料理の代表格で、鶏もも肉、ベーコン、マッシュルーム、玉ねぎなどを赤ワインで煮込み、黒胡椒の風味を効かせたもの。発祥の地は赤ワインの煮込み料理で、名高いブルゴーニュだが、現在はフランス全土に家庭料理として広まっている。多くの鶏煮込み料理とは違い、 料理名にもあるコクが使われることが特徴である。元来は、肉の、硬い、老いた温鶏を食べやすくするために考案されたレシピで、あるが、低温で長時間煮込んでも煮崩れず、若鶏には出せない地味が現れる。支柱用の若鶏を使うのでなければ、身を柔らかくするために、一晩以上、赤ワインに漬け込まなければならない。近年は手間を減らすために、若鶏やメス鶏を使い、 漬け込みの工程をなくし、煮込み時間も短いレシピが主流となっている。もも肉を4枚切りにし、薄さ3ミリ程度に輪切りにした人参、粗くみじん切りにした玉ねぎ、細かく刻んだニンニクと共に、粒の黒胡椒と塩少々を加えたワインに、一晩ないし二晩漬け込む。ベーコンを角切りにして、フライパンで炒める。ワインから鶏肉と野菜を取り出し、水気を切ってから小麦粉をまぶし、 ベーコンを炒めた後の油の残ったフライパンで焼き色がつくまで炒める。そこの厚いシチュー鍋に肉を並べ、漬け込みに使ったワインと、ひたひたになるまでブイヨンを注いで野菜を投入。アクを取り、5時間とろびで煮込む。鍋を火から下ろして、室温で冷ましながら一晩寝かせる。鶏肉を取り出し、固まった油を取り除いて木さじの背につくくらいに、煮詰めてソースを作る。 酸味が強い場合は砂糖を入れる。フランスの農家で味を濃くしたいのならオンドリの血を加えた。鶏肉はマッシュルーム、ベーコンと共にブイヨンで十分ほど煮込む。皿に盛り、ソースをかけて黒胡椒をたっぷり加える。ありがとうございます。